賞を2ついただきました。今私たちが演奏した曲は郷間美樹編曲の SNS バズりメドレー Vol.1 です。この曲には最近発表された曲だけではなく80年代、90年代に発表された曲も含まれている曲なので、ピンをはじめ多くの人が楽しんでいただけたと思います。そして次に私たちが演奏する曲は泉博隆作曲、真島敏夫編曲の Omens of Love です。日本のフュージョングループ T スクエアの楽曲で、堂々としたイントロとスピード感あふれるメロディーが特徴の曲です。また2番の木管による変装の部分には注目です。それでは聴いてください。
は大間幹雄編曲の世界の終わりコレクションです。2007年結成のユニットニアアーティスト世界の終わりの楽曲のメドレーで、さまざまな楽曲にソロパートがあり、トロンボーン、フルート、トランペット、チューバ、ホルンがソロを演奏します。多くの人が聴いたことある名曲揃いだと思います。それでは聴いてください。
祭りへのご参加ありがとうございます。市民祭りでは参加者の皆様にコロナ感染再拡大を防ぐためマスクの着用、消毒、体温測定などの感染防止策をお願いしております。イベント参加ごとにお願いをしておりますので、ご理解の上ご協力をお願いします。マスクの着用、消毒、体温測定のご協力をお願いいたします。繰り返しご案内いたします。本日は市民祭りへのご参加ありがとうございます。市民祭りでは参加者の皆様にコロナ再拡大を防ぐためマスクの着用、消毒、体温測定などの感染防止策をお願いしております。イベント参加ごとにお願いをしておりますので、ご理解の上ご協力をお願いいたします。